こんにちは、井上です。今日は効率化のために手書きをしていない理由ということでお話しいたします。で、私は手書きを今一切していません。もう一年のうちに何回か、それもいやいやどっかで やるかっていう、そんな感じではあります。まあ手書きで書かず、やらざるを得ないことっていうのもあったりもして、極力それをなくしてはいるんですけども、まあどうしても出てくるんで、そこだけは我慢してますけども、それ以外については手書きはしてません。で、自分のメモに関しても手書きはせずに、まあ何かアイデアを出すときに手書きがいいなとか思うときはあるんですけども、まあそういったときには、この Apple Pencil を使ってます。これで iPad にこう書いていると。で、もう一つペンを持っていて、まあ、それが、ここの液晶タブレットで使っているワコムのペンです。で、これは、オンラインでの、ズームでの打ち合わせだったり、セミナーで、このペンを使って、ちょっと解説を加えるという時にこれを使っています。で、もう一本ですね、どうしても書かなきゃいけないという時に使うペンとして、こういうものを持ってます。で、これはですね、バンダイっていうところで買った、シャア専用、ボールペンっていうので1万円ぐらいしたんですけど、もうそこの、どうせ持つんだったらテンション上がるものにしようと思って、こういうのを持っては、一応持ってはいます。持ち歩いてはいないんですけど。で、その手書きをやらないっていう理由としては、一つは、まあ私が手書きが好きじゃないっていうのがあるんです。で、手書きって、やっぱり、自分の字があんまり好きじゃないんで、これが綺麗だったら好きかもしれませんけども、その書いた字が読めないっていうこともあったりもするんで、まあ、メモとかでも使わないと。で、効率化の原則の一つとしては、好きでないことをやらないっていうのがありますんで、まあ、手書きが好きじゃないからやらないってことです。で、手書きがお好きだってであれば、その手書きをやるっていうのももちろんありだと思いますし、まあ手書きやるからダメだってわけじゃないんですけども、まあ、もしお嫌いであれば手書きを徹底的になくすっていう方法を、なくす方がいいんじゃないかなと私は思ってはいます。で、手書きをやってない理由の一つ、もう一つとしては、二つ目としては、手書きって、早くできないっていうのはありますよね。極限まで早くすると、まあ綺麗に早く書けるんだったらいいんですけど、まあ私はそれができないんで、早く書けば書くほど字が崩れていってしまいますんで、逆に言うと崩さないと早く書けないんで、ただ、手書きじゃなくて、じゃあタイピングって、文章を打つことを考えたら、タイピングで言うと、まあ極限まで早くできますよね。で、音声認識入力でも早口でっていうのはできたりもしますんで、まあ、その意味で、やっぱり、スピードに限界があるということは、効率の上から言うと、手書きはしたくないと、手書きはしないということにはなります。もう早く綺麗に書く方法があるのかもしれませんけども、それができないからやらないということです。で、三つ目の理由としては、その書いたもの、手書きしたものを再利用しずにくいと。で、それを書いたものを、まあ、切り取って貼るっていうのもできるのはできますけども、それをじゃあデジタルで使う場合、まあ、お客様にお送りしたり、資料に入れたり、まあ、Excel にしたり、パワポに入れたりとか、まあ、ネットに書いたりとかっていう時には、また打ち直さなきゃいけないですよね。で、それを最初からデジタルでやっておけば、手書きでやらなければ、まあ、それを打ち直す必要はないと。まあ、ご存知の通り、コピーして貼り付ければ、いかようにも使えると。で、数字であれば、手で書いたものっていうのは、まあ、やはり見間違いをするっていう可能性もありますし、それを再利用できないというのがありますんで、まあ、手で、まあ、何かお金の金額を入れるということは、私も一切、それも一切やってはいないです。まあ、数字を打つんだって、どうせ数字を記録するんだったら、まあ、最初からデジタルにしといた方がいいと。で、デジタルにしておいて、それをいかようにも使えるという、わけです。まあその再利用ができないというのが手書きアナログの最大の欠点でもあるかなと思ってはいます。まあ例えばカレンダーも手帳なんかも手書きでやったとしても、まあそれをまた再利用するということはできませんので、まあ再利用するしない関わらず、まあ、再利用するかもしれないっていうその可能性があるわけなので、まあ、手書きせずにデジタルにしているということに
にはなってます。して、にしてます。だからこの Apple Pencil で書いた場合っていうのも、まあ、それはまあ再利用できないんですよね。まあもちろん文字認識っていうのはできたりはしますけども、手書きで書いたものも、スキャンしたりして文字で認識っていうのはしたりはできますけども、まあ 100% ではないんで、まあそれだったら 100%、コピペだったらそれが崩れるってことはないので、100% できる。デジタルにしておいた方がいいんじゃないかなと思ってます。で、手で書いた方が覚えるとか、手で書いた方がアイデアが出てくるとかっていうのは、まあそういった側面もあるのかもしれませんけど、そうそう大差ないかなと私は思ってます。そのデジタルだからダメだとか、まあ大体その後に出てきたものが否定されるっていうのは世の中ですので、まあデジタルは後から出てきたわけで、まあそうすると手で書かないと覚えないよとか、手で書かないと間違えるとかっていう話はあるんですけど、結局間違えとか待っても、やっぱり結果論だと思うんですよね。で、間違えたと。じゃあ手でやらないでデジタルでやってたと。で、まあいわば楽をしていたってなると、そのせいだってことになるんですけど、そんなことは私は全然ないかなとか思ってます。で、私がその税理試験というのをやっていて、その法律を覚えなきゃいけないんです。丸暗記して、それを試験で何々について述べようって言うと、それを全部書かなきゃいけないわけなんですけども、その時は手書きなんですけども、まあ私はその時にワードで打って覚えてたんですよね。まあワードじゃなくてもいいんですけども、その当時はワードでやっていて、でそこでまあ例えば何々とあと法人税ではこうでこれは経費に落ちるみたいな、そういうことを打って覚えてたと。でそれをやっていて、まあ一応成果は出せたんで、一応合格はしたんで、で、まあそれはそれでいいかなと思うんですよね。ただ当時は、じゃあ手で書かないと覚えないよとかっていうことはやっぱり言われていて、だからまあ私は周りが黙ってやってました。めんどくさいんで言われると、先生にも言ってなかったです。まあ成果さえ見せればいいんで。で、その手で打って、まあタイピングしていて、いざ試験は書くんだから、まあそれで、ちょっと違うっていう話はあるかもしれませんけど、頭の中にあるか、覚えてるかどうかっていうのは一緒ではあるんで、まあそこも大差は、そんなに差はないかなと。それだったら、まあ普段のその暗記をするという、その練習の時間っていうのを効率的にするために、タイピングで打った方が早いわけですから、早く書けますから、で、まあワードならではの機能とかも、できますんで、使えますんで、その手書きだとその順番入れ替えたりとか、その、まあ、紙が必要だったりとか、ペンが必要だったりとか、そういう物理的な制約っていうのがあるんですけど、デジタルだったらありませんので、まあ、そういったメリットの方を取っていった方がいいんじゃないかなと思ってはいます。で、これ、手書きをやらないっていうのは私だけではなくて、やっぱりお客様にもお願いはしていて、もうその、やっぱりパソコンは嫌だと、苦手だと、スマホも嫌だと、ね、手書きがいいと、使い慣れた手書きがいいという意見もあるのは重々承知なんですけども、まあ、ただ、まあ、そうね。デジタルで打つというのに慣れておいていただいた方が、そのお客様にとって、他の仕事も効率化できるわけですから、まあ、それを、まあ、いわば、手書きをやめるということをきっかけにしていただければなと思う思いで、まあ、手書きをやめていただいてはおります。まあ、データでしか受け取らないと。で、どうしても手書きじゃないとダメだっていう、であれば、もう、その仕事は、ちょっと受けられないなということはやっています。だから例えばなんか手書きで書類って、まあ、この間もちょっとカメラ屋で書かされたんですけども、手書きで書いたものでそれをどうしてるんだろうって不思議に思うんですよね。受け取った側は、まあそれを打ち直してるのか、じゃあ字ってやっぱり崩れたり癖があると思うんですけども、まあ8と5が、まあ。一番よくあるのは6と0ですよね。6と0を間違えたりとか、1と7を間違えたりって、そういうことって世の中結構あるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、何か私そんなに、まあ、ある程度丁寧に書いてるつもりですけど、まあめんどくさいからバーって書いていると字が崩れたりして、それについて聞かれるってことはないんですけど、まあ、それをどうしてるのかなと。まあただ、まあ形だけ手書きで書いてもらえばいいという書類もあるんで、まあそういうのは世の中からなくなった方がいいんですけども、それをデータベースとして使ってデータ化して、まあ、今後に活用するってことを考えていれば、まあ、最初から手じゃなくて手書きじゃなくてデジタルで受け取った方がいいんじゃないかなと、その受け取る側の人も思ったりはします。
で、そうですね。紙での申し込みがあったら、それをまた打ち直すとか、集計し直すっていう手間がありますんで、そこでまた間違えるリスクっていうのはあるわけですよね。だから今、世の中効率化っていうと、紙をデジタルにするっていうことにしてますけども、最初からデジタルですればいいんじゃないかとか思うんですよね。まあそれが、まあデジタルだと対応できないとか、紙じゃないとダメだとか、紙じゃないとこのクレームがあるとかって、まあ実際に全部デジタルにしてみて、どれだけクレームがあるかですよね。それでもしクレームがあったら、その都度それは対応するようにして、まあどっちに合わせるか、紙に合わせるかデジタルに合わせるかといったときに、紙に合わせるっていうのが、まあそれはやっぱり良くないかなとは思うんですよね。まあ紙に合わせれば誰でもできるから、紙にしておこうとか、無難に紙にしておこうとかっていうのはあるんですけど、まあ紙にするかデジタルにするかっていうので、まあ効率化としての軸をちゃんと持っておけば、まあそこで迷う必要はないですし、まあデジタルだけにしたとしても、まあお客様は分かってくださると思いますんで、まあそういうことも考えて、まあ手書きをやめるっていうのは大事ではないかなと思ってはいます。まあなかなかなくならないわけなんですけども、まあちょっとでも私は抵抗してはいるんですけど、まあ手書きをなくしていいなと。まあ手書きをなくしたからといってすぐ効率化ってわけじゃないんですけども、その大前提としてデジタルで受け取ると、最初のスタートがデジタルということは効率化の秘訣の一つではありますので、まあぜひ手書きをなくしていってみていただければなと思います。まあ、もちろん先ほどお話した通り、まあ、アイデアが出てくるとか、まあそういった側面はあるかとは思いますんで、まあ全部が全部というわけではないですけども、まあそうじゃなくてもすぐなくせる手書きってあると思うんですよね。まあそういったものをなくしていかないとなかなか効率化は進まないかなと思います。まあ私は最初の一つの理由で言ったように手書きが嫌いだっていうのと苦手っていうのがあるんで、まあ例えばメモ帳にこう書こうと思った時にその紙とペンがすぐそばにないとかっていうのはストレスなんですよね。で、外で書こうと思った時に、まあ大体リュックなんでリュックからじゃあ手帳を出してメモをするか、それだったらスマホでメモした方が早いとか、で、書いたものがどっかに行っちゃうとか破れちゃうとかなんかこぼしちゃうとか、まあ結構あるんで、だから小学校の頃とかはやっぱトラウマなんですよね。紙のそのプリントがすぐくしゃくしゃになってしまってたりとか、で、それを出すのがちょっと嫌で、嫌で、なんかこの、大体くしゃくしゃになるんですよ。まあなんか、丁寧に扱ってるつもりなんですけども、まあバッグに入れたりするときにちょっと折り曲がったりとかですね。で、ハンコなんかもそうなんですけど、なんか汚しちゃうとかっていうのがあって、で、そういうのがもう嫌で、まあ、だからこそ紙をなくして、手書きをなくしてっていうのはしてるんですけども、で、字が汚いって言われたことも、まあ、学校の頃はないかなと思うんですけど、まあ、税理試験の勉強してるときに、まあ、受験専門校行ってるときに、そんな字じゃ受からないよって結構周りに言われてたんですけど、まあ、受かったんで、まあ、一応私もそれなりに字が綺麗じゃないなりに工夫をしていたところがあって、目立つところは綺麗に書くとかって、そういうことはやってたんで、まあそれで合格したのかもしれませんけども、まあそういうことは言われてましたんで、まあなんか手書きは嫌だなっていうのは、ずっというのがあって、やってはいないです。で、もし嫌だなと思う方は、もうこの世の中から手書きをなくす勢いで、まずはご自身からなくしていただくといいのかなとは思います。では、今日は手書きをなくしている理由ということでお話しさせていただきました。これで終わらせていただきます。ありがとうございました。